皆さん、こんにちは。民法改正後の宅検誌試,試験にいかに挑むというタイトルで30分ほどお話をさせていただきたいと思います。担当はレック先任講コースの友嗣です。どうぞよろしくお願いします。さて、今回使用するレジュメはこちらですね。 民法改正後の宅研師試験にいかに挑むえー、促コースで悩まず学習というサブタイトルもついております。えー、こちらの方ご準備をお願いいたします。ま、あの、手元にないという方は映し出しながら、えー、説明しますので、あのー、ないという方はもう画面見ながら聞いてくだされば構いません。さあ、それではですね、えー、令和2年の宅研師試験というところからお話をしていきたいと思います。まずですね、 えー、この宅研試験は毎年1回10月の第3日曜日ということですのでまあもちろんそれはねあのいろいろごたごたとかも今ね大変ですのでまあどうなるのかっていうのはわからないんですけども一応ね、えー、この10月18日に 行われるという前提で、お話はさせていいいいたただきたいとういうふうに思いますでそして合格発表は12月2日の予定ですということで、まあ、この日程は押さえておきましょう。えー、10月18日、この日に試験が行われるので、まあ、この、ね、日に向けて皆さんは勉強していくということになっていきます。 で合格発表、ね皆さんが合格ね確信して、ね、合格証書を受け取る日が12月の2日ということになります。でですね、この宅剣士試験の、うん、特徴からお話をしておきますと過去5年のデータということで、えー、載っておりますが、まあ、これ2015年から2019年までのデータとなっておりますが毎年毎年受験者が増え続けていますね、これね。はい 昨年ですと27万人が受けて申し込みをしていますとで実際、受験者数ということで試験会場に来たという方が22万人ということで毎年、ですねだいたい5万人ぐらいはいなくなっているみたいですね。はいまあ、それはなんでかって言いますとだいたいこの申し込みをするっていうのが7月なんですよ。 7月に申し込みをします。えー、ね、元祖の受付ということになります。で、実際試験は、はい、こちらにあります通り、10月ということなんですね。 そうこれどうしてここまで減っていくのかと言いますと当然のことながら7月に申し込みをするって言った時にはよし頑張るぞというふうに思って申し込みをしますですがやっぱり8月9月ね、えー、まあ過ごしているとですね なかなかちょっと今年厳しいんじゃないのかなとかですね。ん、もう来年に回しちゃおうかなとかですね。どん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 弱気な気持ちになっていくんですね。で、それがやっぱり、えー、弱気になって、まあ、もう申し込んだはいいけど、もう受かる気もしないから、行ってもしょうがないよな。日曜日一日使うのもなんだしな、というふうに思って試験会場に行かない。 という人って結構いるんですね。で、それがまあだいたいね。数万人規模でいるということなんです。 なので我々よく言うんですけれどもこの宅研試験ねこれからまあ何かしら気にはなってるからこのね、えー、映像を見てるということでしょうから、ね、これは卓研受けてみようかなとかですね、えー、まあもしかしたらまあなんか卓研とは分かんないけどなんか資格とかチャレンジしてみようかなとか、まあ、そういった気持ちで今これをご覧になってるはずです。 で、まあ、よく言うのが、ですねやっぱり一番最初にやってもらいたいことって何なんですかって言いますと今年必ず合格すすするっってててやっぱり決めほしいんででね全てはそこが最初ですでどうしてかって言いますとそれはもう最初の段階で決意しておかないと後になってってどんどん弱気になったときにまあ、やっぱ今年じゃなくてもいいかなっていうふうになってしまったときにいや、待ってと最初の段階で絶対今年受かるって始めたじゃないかと。 ね、その気持ちを裏切るのは良くないよっていうふうにやっぱり思ってほしいんですよですのでやっぱりまずこの一番最初の段階で今年は、ね、絶対に合格するこういういい気持持ちををっててから勉強を始めて欲しいんですで、この8月9月を乗り越えられるようにしていっていただきたいということになっていきますで受験者数がまあこのぐらいの人が受けるんですけれども実際合格するのはそのうちの はい15%前後ということになりますで宅検試験は全部で50問ありますで、50問ある中でじゃあ何点取ればいいんですかって言いますと取らなければいけない点数が年によって違うんですねそれは何でかって言うとこっちの合格率の方を約15%にしたいからという事情があります えー、何点以上取れたら合格という試験ではないです上位15%に入れば合格そういう試験だということになりますですので受験生の中の上位15%ここにいかに入り込んでいくのかっていうのが勝負になっていきますさてそれではですね今卓研試験までどのぐらいの時間があるのか さあこれはですね、まあ、この映像でございますので今皆さんがいつ聞いているのかは分かりませんが、まあ、少なくとも5月の例えば上旬とか中旬に聞いてるというのであれば、まあ、まだ5月の21日が来てないというのであればまあ卓試験まで150日以上は残されております。 例えばこれを6月に聞いてますとか、まあ、7月の頭に聞いてますというのであれば、まあ、あと100日ちょっとはあるかなという感じですね。まあ、このぐらいの時間が残されております。でですね 宅ケ試験と言いますのは、まあ世間でよく言われているのは約300時間の勉強が必要だというふうに言われています。で、まあこれはもちろんですね、その人の状況によっても違いますので一概には言えません。まあ例えばその大学で法学部で、えー、ね、まあ民法の勉強とか結構やっていましたっていう人とかだったらまあもうちょっと少ない時間でもいけるでしょうし、本当に勉強慣れてないんですね、勉強も もう全くやったことがなくてっていうんだったらまあちょっと300時間にプラスアルファが必要っていうところはまあ人によってね時間は変わってくるとは思いますけどもまあ平均値だと思っておいてください。平均300時間ととままあとりあえず仮定をしておきますで300日とするあごめんなさい300時間とするならばどのぐらい勉強していけばいいのか300時間というのであればどのぐらい勉強していけばいいんでしょうかね。 はい、例えば、宅検試験まで残り150日だったとしたら、そうです。1日2時間勉強すれば300時間が確保できるということになりますね。つまり1日2時間ずつ勉強をやっていけば、うん、これは間に合うぞということになります。じゃあ100日前だったらってことは、1日3時間、えー、勉強時間費やせればいけますね。 はいで50日前だったらって言ったら1日そうですね、えー、6時間ですかはい1日6時間勉強をすれば300時間を確保することができますでよく言われるのがそのいつから勉強すればいいですかはい皆さんは1日2時間勉強できますか ?1 日3時間できますか ?1 日6時間勉強できますかそうこういうことなんですよ つまり例えばもう本当に会社が忙しいね家事育児で忙しいそういった中でちょっと6時間も1日取れないよっていう風な方であればまあ50日前から始めたら間に合わないということになりますよね。そうですが例えば 1>, ね、1日、まあ、78時間ぐらい勉強できるよねっていう状況に置かれてる人であればじゃあ卓球試験50日前から始めても、まあ、計算上は間に合うということになります。 で先ほども言いました通りもちろんこの300時間が平均値なのでそれはあのね皆さんがそのどのぐらいの時間が必要なのかということは差は出てくるでしょうからもう確証は無理ですけれどもねその確証を持ってできますとかできませんとかそういう言い方をすることはできませんけれどもまあ一応理論上はそういうことになっていきます。って考えればそう当然のことながら1日勉強を始めるのが遅れると。 1> 1日学習時間は短くなるわけですからそうね費やせる、ねえー、時間が短くなるわけですから勉強にその分時間を費やしていくそうなので、まあ、ここにね、えー、ちょっと書いておきましたけども「いつから勉強すればいいですか?」なんて聞いてる暇はないんですよね。 早くから準備してる人はもうすでに始めてますし例えばまあ、ここ書いてませんけれども宅検試験までじゃ残り300日でしたとね、えー、試験が終わった2ヶ月後くらいから始めれば300日前ってことになりますよね300日前から始めてる人であれば1日1時間の勉強でよかったってことですよね、えー、ですので1日1時間ずつ勉強すれば間に合っているっていうところがはい、えー、150日前になってしまったということで1日2時間に増えるだからこのまま うんまあやろうかなどうしようかなでもなーって言ってダラダラっとやっているとまあどん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 ね勉強時間を増やさなければ一日の中で卓球試験に使う時間を増やさないと合格できないということになるわけなんですよろしいでしょうかなのではい合格するためにはなるべく早く始めるしかないのですと。 えー、今年必ず合格するそのために今から始めると今すぐに決意してくださいと、えー、いうふうに書いてありますでこの決意ってなかなかきっかけがなそうですのでせっかく今これをご覧になってるわけですからこれはもうチャンスですそういう意味では、ね、今年必ず合格するそのために今から始めるというふうに今宣言をしてしまってください ね、そうしないと、まあ、うん、まあまた本格的にやろうかなって時にね、うん、まあ始めようって思った時に、えー、やってみようかなってなると、なか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 そういう時って訪れないんです。そう、人って何かきっかけがあれば、そのきっかけで変わっていくことっていうのはできるはずなんですよね。で、こういうガイダンスとかを見たって一つのやっぱりきっかけになってくると思います。で、結構ですね。 あの合格者のこう、ねえー、コメントからでもこういうガイダンスを見てあすぐに始めなきゃいけないんだっていうふうに思ってそれを、ね、このガイダンスきっかけにして勉強を始められましたっていう方結構いらっしゃるみたいです。えー、ですのでもう皆さんのライバルはこれで始めてるかもしれないっていうふうに考えてみると皆さんも今始めてみるしかないですよね。ということでまずは決意をお願いいたします。 もう明日ではないんです今この瞬間からが勝負ですね。さあでは皆さんよろしいでしょうかねはいよし頑張ってみようね、えー。そういう気分になっていただければというふうに思いますさあこの300時間というこの時間についてちょっとご説明したいと思いますけれどもこの時間というものは減らせるんですかっていうお話なんですよねはいまあ、えー、この300時間を減らす そのために一番良いものが、まあ、こういったですね、えー、まあレックとかでですね、えー、提供している講座っていうのを使うっていうのは、まあ、よく言われるんですけれどもこの講座を、ねえー、受講するメリットって何ですかっていうと一番のメリットはこの時間の短縮になっていくっていうそういうことになります。えー、ですのでまあ結局ですね情報を、 いかにして短期間で手に入れていくのかっていうのがやっぱり講座を使う一番のメリットだと思うんですよね。あのまあ、具体的に言うならば例えばホームページを作ろうとしても自分でプロブねプログラムを組んで、えー、作れば作れますよね。そう自分でプログラムを組んで、えー、作れば自分で作れるんですよ。 ですがそのプログラミングを勉強する時間とか、ね、実際打ち込む時間とかそういったものっていうものがなかなか、ね、え時間を食ってしまうわけじゃないですか。それを例えば、ね、ホームページを作りますっていうじゃあ業者さんにお願いしたらどうなりますかって言ったらそれはお金はかかります。お金はかかりますけれども、その分 そうねえー、時間は短縮されますよね労力はそういう意味では短縮されますよね、えー、そういうイメージだというふうに思っておいてください。 なので、まあ、例えば、そのね独学じゃだめなんですかとかねいろいろやっぱりあると思うんですけれどもやっぱり講座を使う一番のメリットっていうのは時間短縮なので、まあ、この300時間、まあ、人によってはもしかしたら350時間の人もいるかもしれないし、まあ、400時間の人もいるかもしれないですけどその時間を少しやっぱり減らしていくっていった時にこういう情報を自分で手に入れなくてもこちらが提供するっていうところはやはり強いんじゃないかなというふうふに思います。 まあそこら辺のお話はまた後で、えー、させていただきますけれどもね。さあ、これから勉強しよう。ね、そのために、じゃあ情報ですよ、まずは。はい。その情報として、今年は結構大変ですというのがですね、2ページ目です。そうです。お聞き及びとは思いますけれども、令和2年4月1日、改正民法、ね、施行されました。ということで、 えー、宅研試験はですねその年の4月1日に施行されている法律をもとに出題するというのが、まあ、ルールになってますのでそう今年度の試験からは改正民法の方での出題とということになりますですので、まあ、昨年から学んでたって方は本当に学び直しっていうのが必要になります。で まあ、例えばこういうところがね、えー、変わってますよっていう結構大きく変わった分野です、えーまあ。もちろんこれだけではないんですけれどもここは大きな改正があったので、まあ、ちょっと念入りに勉強しておかないと、えー、特に昨年ね勉強していた方あの今年から勉強始めますって方は、まあ、前のやつを知らないのでどうなったのかっていうそういうところの勉強は必要ないかもしれないんですけれどもあの昨年も勉強していたっていうふうになっていくとそうあれこれ。 前の民法は何でしたっけ新しい民法の話だっけどっちだっけっていうことになってしまいますのでまあここはですねそういうね前だった今度はこうなったっていうここのところをちゃんと意識しながら勉強していった方がいい分野ということになっていきます。ですからそういやーこれから勉強するんだけどみんな民法改正民法改正って言うんだけどもいやそもそも前の民法知らないからなっていう方。 はい、チャンスですそう、ねえー、だって、ねまあ、例えば昨年から勉強してたって言うんだったらそれだけ勉強時間が長いわけじゃないですかそういう人たちは。えーねえー、ってことは、ね、これから勉強する人は、ね、前から勉強してる人に比べて勉強時間がめちゃくちゃ少ないしかも去年からやってるってなったら相当離されてるんじゃないかないや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 と、はい、変わってますのでそういう意味では。 チャンスになりますよねみんなある意味、えー、スタートラインということになりますので十分逆転は可能なのでまあ言い方変えてみるとこれから勉強する人がこんなに有利な年はないかもしれないですね。 やっぱりなんだかんだ言って、ねえー、もう前から勉強してる人の方が勉強時間をいっぱい費やしている分有利っていうのはやっぱりまあ事実としてはあるわけじゃないですか、えー、そこがですね今年ほどもうこれから勉強する人に対して有利な年はないんじゃないかなというふうには思いますですのでもうねよくなんか改正民法とかってみんな騒いでるけどよくわかんないっていう方は本当にチャンスですはい ねえー、ですのでまあねこれそこの部分で気にやむ必要は全くないという風になっていきますではね前から学習している方はどうですかってなると前から学習している方はですねはい、えー、ね今度は意識しながら勉強していきましょうってことになりますけど結構大変ですえ混乱しないようにしていかないといけないってことになりますねで例えばそういう時に一番いいのはちゃんと法改正を 踏まえているテキストとかを使っていくっていうのが。 まあやっぱり一番そのの混乱を、えー、防ぐためのやりり方にはなります、えー、ですのでどこが改正点なのかっていうのがちゃんと明示されているテキストっていうそういう意味でこちらに載ってます「えー、どこでもたっけし虎の巻」というテキストがありますけれどもまあレックでね、えー、出してますけれどもこのテキストを使いながら勉強していく一番のメリットはどこが改正点かってしっかり書いてあるところだと思うんですね。で、えー、ですののままああそういいったものを使いながら、まあ ね、勉強していただければというふうに思いますがさあ大事なのはこちらです次のページです民法改正の陰でというふうに載っております何でしょうかって話なんですけれどもさあご覧くださいませ令和2年の試験は改正民法の勉強が勝負の分かれ目だ、うん、多くの人が声高に叫んでますので まあこれは、まあ、ちょっと「宅見」っていう形で調べてみるとみんな言ってるんですよね。はいだからまあおそらくほとんどの人がそこは意識はしてると思います。ですがこちらです。「改正ははは民法だけではありません、はい宅見」業法にも改正点はあります。 そして法令上の制限の中の建築基準法では比較的大きな改正点があるんですけれどもみんな民法改正民法改正っていうのでどんどん影が薄くなってしまってるんですよね。ですので多くの人がもしかしたらそこの部分を勉強しないでいってしまうというそういう危険性があるものなんですね。 ででですすのでまそ、あ、それれはは民法改正は大事ですそれは言うまでもないでです言うまでもないんですけどもじゃあ民法改正されてるからといって民法ばっかりに気を取られているとやはり今年の宅建試験は足元救われる可能性が高いと思います。 で当然のことながらみんな民法改正を意識してるってことは、まあ、もちろん、まあね、当然それを踏まえた問題も、まあ、それは出題はされるでしょうけれどもじゃあもしその問題をみんなが取れたっていうふうになったらばそう他の問題で取れるか取れないかの方で合否って決まってくるじゃないですか。でしかもその他の部分が簡単な問題だったとしたらダメージはでかいですよね。 ですので本当にもちろんもちろん民法改正というのは大事です大事なんですけれどもそればかりに気を取られて他の分野がおろそかになることのないようにそこは気をつけておいていただきたいというふうに思いますはい、まあ、ここにも書いておきましたけれどもね「改正民法が大事」というスローガンを意識しすぎて民法の勉強ばかりをするわけにもいかないんですと。 短い時間で要点をしっかり学習していくっていうそういう必要がありますですので、ね、そこは忘れないでいいでたただきたい、ねまあ、タイトルにね今回のこのね、えー、ガイダンスのタイトルも「民法改正後の宅建試験にいかに挑む」というふうにありますけれどもそう、まあ、タイトルからしてねもう民法改正バン出してますけれどもでもだからこそ民法改正後の宅建試験に挑む挑み方として 改正点が民法だだけではないんだっていうことを本当に押さえといていただきたいこれはもう声を大にして言いたいはいそういうふうに思っております。で そもそも改正点が大切な理由ね、さっきから改正改正って言ってますけどえ、何がそんなにね、改正点って大事なんですかって言いますとはい、まあ例えばこの問題をご覧くださいというふうにあります、えー、意思表示は法律行為の要素に錯誤があったときは無効とするただし憑依者に重大な過失があったときは憑依者は自らその向こうを主張することができないという問題がありましたこれ丸でしょうかバツでしょうかはい、えー、この問題どうですかまあこれは別にあの過去問じゃないです過去問じゃないんですけれども もし、この問題が。去年、出題されていれば、回答は、丸となります。まあ、去年、出題されていれば、ってことは要するに。旧民法では、これ、丸なんです。しかし、今年、出題されれば、つまり。そう。改正民法では。 この問題罰になるんです、ね、そう何が怖いか分かりましたね。法改正が行われるっていうのは今まで「丸な選択肢が「ツになったり「ツだった選択肢が「丸になったりすることが起こり得るってことなんです。ということは例えば問題集で古い問題集を使い続けているとこういう部分に対応ができないってことになってしまうんです。そして民法改正で 大きく変わってますので、このように丸バツが変わる部分っていうのも結構実はあります。なので、最新の情報で勉強していかなければいけない重要さっていうのは、ご理解いただけましたでしょうかね。なので、先ほども言いました通り、先ほども言いました通り、そう、あれ、去年まで丸だったんじゃない？え、バツになった。え、ってことで、ほんとこれ丸なの？バツなの？どっちなの？そう。 これから学習する方はね去年丸だったねそれを知らないわけですからね,ねはいあこれバツねあこうだからバツなのねふんで終わりなんですよでもあれ去年丸だったのになんでバツなんだろうっていう風にまあ、生地そのね旧民法を知ってると混乱してしまう可能性があるということなんですよねなので改正点の勉強ってそういう意味で大事っていうことになっていきますで。 あとこれも押さえておいていただきたいのが、宅研試験は、改正点を出題しやすい、出題されやすい。 そういうい傾向があります。えですので改正点っていや改正したばっかりで出るんですかっていうふうに思うかもしれないんですけれども宅建試験は改正したばっですのでまあこうやっぱり民法も改正されましたし先ほども言いましたとおり建築基準法も改正されましたということになりますのでここら辺の改正されたポイントというのはやっぱり出題されやすいというふうになっていきます。 さあ、それでは最後のページのところを見ていきましょう。目指せ短期合格ということで。はい。 まずはこちらの文をご覧くださいというふうに書いてあります。はい。卓、え、権、ー、試験に合格し、登録の基準に該当しないものでも、宅地建物の取引に関し、2年以上の実務経験がなければ登録できません。えー、ただし、国土交通大臣が2年以上の実務経験を有するものと、同等以上の実力を有すると認めたものは、実務経験がなくても登録を受けることができます。具体的には国土交通大臣の登録を受けた講習、登録実務講習を受講し、一定の基準に該当したものがこれを該当しますというふうにあります。はい。まあ、これは実際にですね、 卓研試験で学習していただければならない内容のうちの一つでございますけれどもさあ皆さんこれを読んでへえそうなのねなんだかよくわかんないけどあそうなのねっていうふうに思っただけで点数が取れるでしょうかって話ですよねそうまずまあこちら何を覚えればいいんでしょうっていうことなんですよさあ、えー、何を覚えればいいんだろうはいじゃあ問題見てみましょう えー宅地宅えー、建物取引資格試験に合格したもので、えー、宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有するもの、または都道府県知事がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、宅建業法18条1項の登録を受けることができる丸か、つか、答えは×という問題なんですけれども、はいこれなんで×なんですかって言いますと、そう、あれあれあれ。 都道府県知事が実務経験を有するもの、うーん、国土交通大臣ですね。うん、国土交通大臣ですね。はい、知事じゃないですね。ということは、そうなんです。ここ国土交通大臣だっていうところが重要なんだっていうことをちゃんと知っておかないといけないってことになりますよね。 そうもちろん例えばこういう形で講座とかになってくるとここ知事じゃないので気をつけてくださいねっていうふうに言いますと。 でそうすればあいここ知事じゃなくて大臣ですんで、まあ、ここよく問われるんで気をつけてくださいって言ったらまあ10秒でその知識が得られますけれども例えばこれを独学してやるっていうふうになったらじゃあこの過去問を解いてみて、うん、何が違ううのでもななんか似たよよこと書いてあるよね、えー、合格したもので、えー、2年以上2年以上だよねえっとああ知事って書いてあるえあこれ大臣なんだってやると、まあ、これだけで結構時間が ねえー、かかってしまいますよね1分2分かかるかもしれないわけですよねそう、えー、かたや10秒かたや1分ということになるわけですよねでこれがたったこれだけのたった6行でもこれだけの差が出るわけですよね。もちろん膨大な宅建試験の範囲をこれを全部やろうとすると当然のことながらはいここ知事じゃないですよ 気をつけてくださいねっていうふうにポンポンポンと知識を得てった人と一個一個これを調べて調べて調べてってやった人と当然のことながらそうです最初に戻りますけどもかかる時間が一緒とは思えないですよねそうなので独学をするとやっぱりここら辺の時間っていうものがかかっていくっていうのはやっぱりあります。でそうしますとはい過去問を全て分析するには多くの時間がかかります。 えー、短期合格を目指す皆さんはなるべく時間のロスは避けたいところでしょうと講義に出ればこういった情報これをポンポンポンと入手していくことにできるということになるわけですねはいでは、ねえー、そういう情報を入手していって、えー、やれば簡単でもじゃあ自分で調べるっていうこともできるですがこちら見てください法改正ってそう変わった部分ですので過去問がないんですね。はい 過去問がないってことはこれね過去問からこれがここが大事だって覚えましょうって言けましたけれども過去問がなかったらどうするんですかってことですそうここがまあ我々の腕の見せ所にもなってくるわけですよね分析のプロなのでこういう出し方をしてるってことは改正点もこう出てくるんじゃないかっていうところを想定してじゃあそれで点数取れるためにはこうやって教えていけばいいんじゃないかっていうところをまあ我々はえしっかり分析をしております でですのでそういう意味でもこの改正点の勉強でも時間短縮ということができるというのが、まあ、一つ大きなメリットになっていきますので、まあ、ぜひ、ね、その講座を、ねえー、検討しているというのであれば、まあ、こういったメリットがあるんだということも、えー、認識を持っていただければというふうふに思います。 はい、さあ、それではですねえー、30分ほどの短い時間ではございました。けれども、も、えー、ガイダンスの方は以上で終了させていただきたいと思います。で、最初のお話に戻ります。今年必ず卓建試験に合格すると決めてください。そして、今からこれを見た。そのこの瞬間から勉強を始めて。 今年の宅建試験に絶対合格できるように頑張ってやっていきましょう。それではですね、また、えーね、別の機会で、えー、お目にかかれることを楽しみにしております。それでは、えー、30分間最後までご視聴いただきましてありがとうございました。